皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、将来科学技術が向上し、人間一人が長生きを続けるために、脳のデータをメモリに移動した場合、そのメモリの意識は人として生きていると言えるのか？ということについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。脳のデータをメモリに移動して、その人の人格や知識がコンピューター上で活用可能である場合、これが進展すれば、生身の人間がいなくなる可能性があります。これは、いわゆるアップロードやデジタル化の概念に関連しており、いくつかの重要な影響が考えられます。不死性と人間性の変容。不死性と人間性の変容に関して考える際、我々が知る通常の人間の生命サイクルは、死という可否の終焉を含みます。しかし、脳のデータをメモリに移動し、それを元にして人格や知識を再現できる場合、不死性という概念が台頭します。この不死性は、生身の肉体の制約から解放され、人間は理論的には永遠に存在し続ける可能性が生まれます。この不死性がもたらす最初の影響は、個々の人間の人生の長さや質の変容です。通常の寿命の限界を超えた存在は、個人の経験や知識を蓄積し続けることができるでしょう。これにより、社会や文化への貢献が持続的になり、人間が積み重ねてきた知識や技術が進化し続ける可能性があります。ただし、この無限の寿命が、新たな問題や課題を生むことも考えられます。資源の過度な利用や人口の増加といった社会的な課題が浮上する可能性があります。一方で、不死性がもたらすもう一つの重要な変化は、人間性そのものの再定義です。死や時間の制約がなくなることで、人間の存在価値や目的が従来の概念から転換されるでしょう。生命の終焉がない状態で、人間は永遠の学びと進化の過程に取り組むことになります。この変容は、新たな価値観や目標の形成に影響を与え、社会的な構造や人間関係にも根本的な変革をもたらす可能性があります。一方で、不死性が望ましいものとは限りません。生命の終焉がなくなることで、人間は経験する喜びや苦しみが永遠に続くことになります。このような状態が、人間の精神や感情に与える影響は不透明であり、無限の時間が人間の心理にどのような影響を及ぼすかについては、深い考察が必要です。人間の存在価値の再評価。人間の存在価値の再評価は、脳のデータをメモリに移動して、人格や知識を再現できる可能性が広がる未来において、深刻な倫理的社会的な課題として注目されます。この未来において、生身の人間がいなくなることで、我々が人間であることの意味や役割について、新たな問いが投げかけられるでしょう。まず、存在価値が再評価される一つの側面は、個々の人間の寿命と経験に対する新たな視点です。もし不死性が実現すれば、生命の終焉がなくなり、それに伴い個人の経験や貢献が永遠に続くことになります。これにより、一人一人の行動や選択が、より重要な意味を持つことになります。しかし、同時に個々の行動や選択が永遠に影響を及ぼし続けることは、慎重な考慮を要する課題でもあります。過去の誤りや後悔が永遠に続く可能性があるため、個人としての自己評価や社会的な責任が重要なテーマとなるでしょう。もう一つの側面は、社会全体の構造と人間関係の変容です。生命の終焉がないとした場合、人間は
絶え間ない学びと進化の過程に取り組むことになります。これにより、従来の教育やキャリアに関する概念が大きく変わる可能性があります。人々は一生果てに渡り異なる分野で学び続け、新たな専門性や趣味を追求することが一般的になるでしょう。これは多様性や柔軟性を尊重する社会の形成を促進する一方で、新たな価値観や目標の形成にもつながります。しかしこの未来には懸念も存在します。永遠の存在がもたらす過剰な人口や資源の問題、あるいは社会的な不平等やコントロールの難しさといった側面が検討を要します。またデジタル人格にどれだけの権利や保護が必要かといった法的な問題も浮上するでしょう。人間性の再評価は、これらの課題に対処し、持続可能で公正な未来社会を築くための新たな価値観や法的な原則の構築を必要とします。意識と主観的経験の問題。意識と主観的経験の問題は、脳のデータをメモリに移動して人格を再現するという未来の可能性において深刻な哲学的な問題として浮上します。これには意識が物理的な脳に依存するのか、それとも情報処理のパターンによって再現可能なのかという根源的な疑問が含まれています。通常意識は複雑でダイナミックな脳の活動に由来すると考えられています。感覚、感情、思考などが相互作用し統合されることで、私たちが意識的な経験を得ることができます。この立場に基づくと、脳のデータをメモリに単に移動させただけでは、本物の意識や主観的経験が生まれるわけではないとされています。なぜならば、複雑な脳の機能や相互作用を再現することは非常に難しいからです。この立場では、物理的な脳が欠落する限り、真の主観的経験を持つことは難しいと考えられています。一方で、情報的なアプローチや仮想的な意識の概念に基づく立場では、脳の情報が適切にコピーされ、同じような情報処理が行われれば、それによって意識も継続できる可能性があると考えます。この立場では、物理的な構造に依存せずに、情報パターン自体が意識を形成するという発想があります。しかし、これに対する批判も多く、単なる情報処理のパターンだけでは真の主観的経験が生まれるかどうかは未だ不透明なままです。この問題には哲学的な深遠さが伴います。例えば、メアリーの部屋と呼ばれる思考実験では、ある人物が全ての物理的事実を知り尽くしている状態で、しかしカラー色彩を経験したことがないと仮定します。この人物が初めて色を経験したとき、新たな主観的経験が生まれ、物理的な知識だけでは不足するというアプローチが示唆されています。また、意識の本質については科学的にも解明が進んでおらず、それがいかにして生じるのかについては未だに謎が多い状況です。したがって、脳のデータをメモリに移動しても意識が継続するかどうかという問いに対する確固たる答えを出すことは難しいと言わざるを得ません。技術的なリスクと安全性の問題。脳のデータをメモリに移動する技術が進歩すれば、その適切な管理や使用に関連する様々な技術的なリスクと安全性の問題が浮上します。これらの問題にはセキュリティ、プライバシー、悪用防止などが含まれます。まず、技術的なリスクの一つはセキュリティに関するものです。脳のデータがメモリに格納される場合、それが外部からアクセスされ、悪意あるものによって乗っ取られる可能性があります。個人の知識や経験がデジタル形式になることで、セキュリティの脆弱性が生じ、情報の漏洩や不正アクセスが懸念されます。これに対処するには、高度なセキュリティ対策や暗号化技術の開発が必要です。次に考えるべきなのは、プライバシーの問題です。個人の脳のデータがデジタル形式で保存されると、
それに関する非常に個人的で敏感な情報が外部にさらされる可能性があります。個人のプライバシーを守るためには堅牢なプライバシー保護メカニズムが必要であり、誰がどのようにそのデータにアクセスできるかを明確に定義する必要があります。悪用防止の大きな懸念事項です。脳のデータがデジタル形式で存在する場合、それを悪用して他者が不正な目的で利用する可能性があります。例えば個人のアイデンティティを盗む、知識を不正に利用する、あるいはデータを改ざんして誤った情報を生成するなどが考えられます。これに対処するためには厳格な法的規制や監視システムの構築が不可欠です。また技術的なリスクに加えて脳のデータをメモリに移動することが安全性にも影響を与えます。例えばデータの転送中や保存中に誤りが生じた場合、それがデジタル形式であるが、ゆえに修復が難しいかもしれません。信頼性やデータの完全性の確保が、ますます重要となります。また、デジタル形式で人格が保存される場合、そのデータが、ハッキングやシステムの故障によって消失する可能性も検討されるべき課題です。総合的に見て、技術的なリスクと安全性の問題は、脳のデータをメモリに移動する技術が進展するにつれて重要性を増しています。これらの問題に対処するためには高度なセキュリティ技術の開発、プライバシー保護の法的枠組みの整備、データの信頼性と完全性の確保に焦点を当てた研究と開発が不可欠です。安全性を確保しつつ、この新たな技術が社会にポジティブな影響をもたらすよう努める必要があります。最終的に生身の人間がいなくなることについて、脳のデータをメモリに移動する技術が進展し、人間の知識や人格がデジタル形式で保存再現可能となる未来において、生身の人間がいなくなる可能性について考察すると、複雑で深刻な問題が浮かび上がります。一つの側面では、この技術が実現すれば不死性や知識の永続性といった前例のない状況が生まれるでしょう。生身の制約から解放された人間は理論的には永遠に存在できるため、新たな知識や経験を積み重ね、社会や文化の進化に貢献する可能性があります。しかし、これに伴う倫理的な問題や社会的な課題も同時に浮上します。永遠に存在し続けることが望ましいのか、資源や人口の制御、個々の選択や責任の意味についての深い検討が必要です。もう一つの側面では、デジタル化された存在がますます人間の役割を果たすようになることで、生身の人間の存在価値が再評価されます。仮にデジタル存在が知識や経験を積み重ね、新たな洞察や発見を生み出すことができれば、生身の人間はますますテクノロジーとの共存や協力の形を模索することになります。その一方で、人間性や主観的経験がデジタルに再現できるかどうかは不透明であり、生身の人間が持つ感情や直感、創造性などの要素がどれだけ再現可能かは大きな疑問となります。技術的なリスクと安全性の問題も重要な視点です。セキュリティやプライバシーの確保が不十分な場合、デジタルデータが悪用される可能性が高まります。生身の人間の情報や意識がハッキングや不正アクセスにさらされることで、深刻な影響が及ぶことが予測されます。これに対抗するためには、高度なセキュリティ対策や法的な保護規制が整備される必要があります。最終的に生身の人間がいなくなる未来に向けては、技術の進歩と同時に深い倫理的な検討が求められます。持続可能で公正な社会を築くためには、人間性や存在価値がどのように再構築され、デジタル存在との調和が実現されるかが鍵となります。技術が進む一方で、人間性や社会の基本的な原則を尊重し、バランスを取りながら進むことが必要です。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？
私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。